銀座クロッシングトークは、一人一人の安心と夢を支えるソニーフィナンシャルグループの提供でお送りします。金融アナリスト小川真紀が時代を切り開くリーダーを迎え、多彩な視点で議論を深める銀座クロッシングトーク。今回のゲストは、10年前崖っぷちだった世界のソニーを生き返らせたこちらの方。こんにちは、よろしくお願いします。久しぶりです。よろしくお願いいたします。ソニーグループシニアアドバイザーでプロジェクト希望代表理事、平井和夫さん。ゲーム事業の再建や PC 事業の売却、モバイルコミュニケーション事業の改革など、変革と収益力強化に取り組み、社長在籍6年でソニーの V 字回復を成し遂げました。私、CEO に就任してからですね、常にずっと言っておりますように、やっぱりお客様の、好奇心刺激して感動をお届けするんだと。全世界で16万人を超える社員をまとめ上げ、ソニー再生を果たした平井さん。その手腕に再び注目が集まっています。今回は困難なミッションに取り組む過程で得られたリーダーシップ論を交えて、平井さんとクロッシングトーク。好きな音楽を仕事にしたいという理由から CBS ソニーに入社した平井さん。その後30代、40代、50代と3つの組織で経営トップを務めました。すべてに共通しているのは、就任の際苦境にあった組織の再生を託されたこと。話は初めて組織のトップに抜擢されたいきさつから始まります。アメリカの SCE ですね、はい、こちらのマネジメントに携わったということで、はい、そもそもその入社されてからですね、そこに至るまでの間っていうのは経営に関するご興味ですとか、はい、なんかこう将来こう経営をやりたいとか、なんかそういうことっていうのはあったんですか？アメリカに移ってからミュージックは基本的に一人で、一応 GM というゼネラルマネージャーというタイトルはあったんですけど、基本的に一人で仕事してましたので、人の上に立つっていうこともまああんまりしてなかったので、当然経営とかそういうことは全く自分の中にはその時点ではなかったですね。社長をやってくださいと、やってみませんかというふうに打診された時の、そのなんかこうご本人としての率直な感想というのをちょっと教えていただきたいんですけど。やっぱりかなりの驚きで、また突然お前にとりあえずお願いすることにしたから全部話したんだっていうことで周り固められちゃったわけです。周りがもう全部固められて結論としてこうだからよろしく、明日発表するんでぐらいのタイミングでしたので、あんまりそこで悩むとか考えるっていうことはできなかったんですけれども、はい、お前に頼むからっていうふうに言っていただけるということは、自分が知らないような何か能力といいますか、そういったものがあるからやらせてみようって思っていただいてるんだなということを、希望的観測として思いつつ、それを信じてぜひじゃあチャレンジとしてやらせてもらいますっていうことは言ったのを覚えてますけど。なるほどなるほど。当時ソニーコンピュータエンタテインメントのアメリカ法人は指揮命令系統がバラバラで、誰もがストレスを抱えて働くような組織だったといいます。まずこれからやるんだっていう一番最初に着手されたことっていうのは何だったんですか？どの組織もそうなんですけれども、はい、実際にやはり動いてる社員の方々が一番現場に近い中で、本質的な問題っていうのはどこにあるのかとか、うん、何が原因でこういう問題が起きているのかっていうのはやっぱり一番よく見てますし、肌感覚持ってますから、私は、最初にしたのはですね、マネージメントは当然そうなんですけれども、セカンドレイヤーぐらいの社員は一人ずつ面接をして、で今この会社どう思ってるんだ、それからあとはどこが問題で、どういうふうにすればいい方向に行くのかっていうことを、率直に聞かせてくれないかっていうことを、かなり時間をかけて、ヒアリングしたのを覚えてますね。平井さんはその後もですね、ソニーの短絡の時もですけれども、社員とのコミュニケーションの場っていうのをとても大事にされていて、はい、それって結構ですね難しいような気がするっていうのはボス偉い人が来てですね、それでなんか話を聞かせろって言われると、人事とかにも影響するかもしれないしとかって思ったりとかですねなかなか本音が聞けないんではないかなと思ってしまうんですけど、第1回目から
正直に平井さんこれ違うと思いますよっていうふうに言ってくれる社員は多分いないと思うんですよね。でこれはやはり回数を重ねて、それでまああのソニーで言えばランチョンと称して、まあ大体7、8人から10人ぐらいで、あのいろんな部署からソニーの中で集まってもらってお弁当を食べながら、あの私は別に何も喋ることはなくてですね、テーマも設定あえてしないで好きなことを言ってくれと、意見でもいいし文句でもいいし、何でもいいから社長に言いたいことを言ってくださいっていうルールでやったんですね。で最初は当然それは誰も何も言わないんですけれども、彼ら彼女らは現場に戻るわけですよね。それでどうだったの平井さんとのそのランチョンって、いやなんかあんまり怒られることもなく、一応なんかふんふんって話聞いてたから、まあ一応美味しいお弁当も食べたしよかったんじゃないっていうふうに言ってくれるわけですよ。広がるわけですね、それが。でそれがやっぱり回数を重ねて、でそれも1回2回じゃなくて1年2年っていうタームで、それを回数を重ねることによってだんだんですね、やっぱりちょっと冒険してみようかなっていうんで、平井さんこれ違うと思いますっていうふうに言ってくれる人が出てくるんですよ、だんだん。そうするとそのグループの中の他の人たちは、あんなこと言っちゃったよ、さあ平井どういうリアクションするかっていうのを見てるわけですよね。でそこでまた上からで、上からの目線でそれは違うだろうって言ったらもうそこで終わっちゃうんですけども、確かに言ってること正しいなと思ったらそれは言ってること正しい、で今すぐは改善できないけども何かのチャンスの時にこのこと絶対覚えておくからねっていうふうな、もう率直な対話をしますから、周り見てる人たちは平井別に怒らずにちゃんと対応してくれた、でまたこれが広がるわけですよ。でそうなってくるともう本当に、まあ、ある意味じゃこう勝ちパターンっていうんですか ね、 なるほどね。そうなってくるともう我先にと、私はこう思うとか、これ違ってるとか、なんでこの会社はこういうことができないんだっていうことをもう結構最後の方はもう皆さん本当積極的に言ってくれるようになったんで、そうすると本当にもう強い、これほどやっぱりなんていうんですかね、経営のためになる、もしくは経営のためのいろんな知識になるっていうことはないですよね。現場の声ってやっぱ大事ですね。そうですよね、40代家庭用ゲーム機を全世界の市場に展開するソニーコンピュータエンタテインメントの社長となった平井さん。しかし当時はソニー本体の業績をも揺るがす大きな赤字を出していました。ひたすらもう赤字を解消するということで、プレイステーション3の、プラットフォームとしてのビジネスをどういうふうに黒字化するかっていうのは一番のやっぱり課題でしたし苦しみでしたね。なんか平井さんがそのこうゲームの会社なんだっていうことをすごく明確に、プレイステーション3はゲーム機だっていうことですね、はい、これも私は本当に最初ちょっと失敗しちゃったんですけれども、まあ、3のコストを下げなければいけないっていうことで、まあ、皆さん集まってもらうとひたすらコストを下げるっていうことでいろんなアイデア出してよとか、まあ、そうやってやるわけですけども、まずプレイステーション3っていうのは何なのかっていうことをちゃんとマネージメントに平井が定義してくれない限りは、どこでコストをカットしていくかわからないんで、まず平井さんに聞きたいのはプレイステーション3は何ですかっていう問いを逆に受けたんですよね。なるほど。でなるほどと思って、まあいろいろ考えた挙句、まあプレイステーション3は本当にいろんなことができる素晴らしいプラットフォームだったんですけれども、初期の段階ではもうプレイステーション3はゲーム機なんだと、はい、でゲーム機として売るし、ゲーム機としてやっぱり立ち上げなきゃいけないっていうことを一回定義しまして、そうするとエンジニアの皆さんっていうのはじゃあゲーム機として、ゲームの機能に特化している部分はコストは下げない、あえて場合によってコスト上げてもいい、でもゲームに直接関係のないところは逆にゲーム機なんだから、特に当初初めのところはじゃあちょっとコストはカットできますねということで、どこにコストカットを集中させてどこはしないっていうメリハリがつくことができるっていうことを、まあ逆にそのエンジニアからまず平井さんが PS3 なんだかちゃんと定義してくれなければ分かりませんよって言われた時にハッと気がついたっていう、まあ非常に勉強になった中のプロセスで、実は PS3 というのはゲーム機なんですっていうことをまあ定義したっていう、そういう背景なんですけど。なるほどなるほど。 CM の後はグループ会社出身の平井さんがソニーの社長に就任、覚悟を決め立ち向かった再生の道とは、クロッシングトーク。ソニーグループで金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは、金融のプロフェッショナルとして培ってきた人に寄り添う力とテクノロジーの力を掛け合わせて、一人一人の安心と夢を支えていきます。心豊かに暮らせる社会を目指して、ソニーフィナンシャルグループ。
ソニー再生の立役者で、現在はソニーグループシニアアドバイザープロジェクト希望代表理事を務める平井和夫さんとお届けしている銀座クロッシングトーク。2012年ゲーム事業を立て直した実績を買われ、ソニー本体のトップを務めることになった平井さん。しかし、またしても状況は崖っぷち。業績不振が長く続き、株価も低迷、ヒット商品も出せず、社内には自信を失った空気が流れていたといいます。果たして平井さんには勝算があったのでしょうか。まあ、いろんな形で社員との交流をする中で、ソニーってこんな会社じゃないはずですよね、私が入ったソニーはこんなんじゃないんだっていうのを、結構特に若い社員の方々っていうのはやっぱり強い意見を持ってて、でこんな夢を持って入ってきたのに、上司に話をすると、今はそんな状況じゃないからそんなことは封印しとけって言われてしまって、こんな会社でいいんですかっていうのとか、市場もお客様もそういうふうに多分感じてらしたので、やっぱりソニーらしさがないですよねとか、まあ、株価も低迷してしまってるっていう、まあ、あまりいい状況じゃない中で、一つだけ先ほど申し上げたように、社員がこれなんじゃダメですよねっていうのを思ってる社員がいたっていうのがあったので、じゃあ彼らと一緒に、全世界にもう十数万人いるんですけれども、と一緒にですね、やっぱり同じ方向を向いて、この会社をもっといい方向に持っていくべきだし、もっといい方向になければいけない会社なんだっていうことをすごいやっぱ感じましたので、じゃあ自分がどこまでそれをちゃんとみんなと一緒に仕事できるかはまだ分からないけれども、まあある意味では SCE とか SCEA でやったように、やっぱり対話を深めて、みんなと一緒に同じ方向を向いて進むことができたらば、この会社はいろんな技術的な資産を持ってるし、やっぱり情熱を持ってる社員がいますから、それをやっぱりこうどうやってうまくまとめて進めることができるかっていうことがあるけど、それはもしかしたらできるかもしれない、チームと一緒にっていうふうに思いましたけどね。新しいソニーが目指すべき姿とは何か、平井さんが掲げた言葉が感動でした。私たちソニーグループの強みっていうのは、総合力がやっぱり最下ポイントだし、それがやっぱりどういうふうにうまく作用していくかってことを、市場からも、場合によってはお客様からもやっぱり問われてる企業だっていうことは、これも分かるわけですよね。でもあまりにもいろんなビジネスをしてまして、まず金融もしてますし、映画もやってれば半導体もやってるし、B2B もやってるっていう中で、これはどういうふうにこうつなげていかなければいけないかっていうことはやっぱり結構悩みましたし、で本当にもう今となっては必ずしも私が思いついたっていうのも言えないし、じゃあ誰が思いついたんだっけって忘れてしまったんですけども、話をしていく中でやっぱり感動っていうのがキーワードじゃないっていう話になって、これは結構いけるかもしれないし、本当にソニーがやってる全てのビジネスに共通するもんだねっていうのは、なんとなくこう皆さんの意見聞きながら、じゃあこれはもしかしていいキーワードになるかもしれないっていうんで、そこから少しずつ使い出して、すごいそのグループ社員にとっても感動っていう言葉はやっぱりこう刺さるものがありますよね、非常に。ありがとうございますすいません、私がこういうこと言うとなんか変なんですけどすいません。でもあれですよ、吉田マネージメントの以下の皆さんのソニーのパーパスも、はい、まさしく感動ってことは感動入ってますよね。ですからそれを引き継いでいただいているのは、別に私がお願いしたわけじゃないんですけども、やっぱり非常に嬉しいですし、やっぱ感動っていうキーワードがこうずっと引き継がれているっていうのは、嬉しい限りですよね、本当に。再生の道を切り開いてきた社員との対話、一方で痛みを伴う改革をやり遂げるために必要なのが、ブレない姿勢です。ご著書の中でもあったんですけども、やると思ったこと絶対やるっていう、こうブレない姿勢がすごいなと思ってまして、というのはそのいろいろな方の意見も聞かれるじゃないですか。で聞くっていうことはいろんな意見が出てくるの で、ね、やっぱりそうかな、やっぱりこうかなって思ったりすることってあると思うんですよね。ありますあります、もちろんいつもありますなさってることに対する批判とかもあると思いますし、はい、逆に私は同じぐらい大事なのが、ポイントが2つあって、一つは決めを出さないっていうのが実は一番良くなくて、間違った判断するよりも悪いのは判断しないっていうことなんですよね。それは困りますね、確かに。でそうすると本当に右なのか左なのか分からず、ずっとなんか迷走してしまうっていうのが良くなくて、だったらば間違ってもいいから判断はするっていうことと、で
間違ったってことが分かったらば、逆に間違ったと言える自信っていうんですかね、ごめん間違えた、この間イエスって言ったけど、これよくよく考えたらこれノーだよね、でなんでノーに至ったかっていうのをちゃんと説明して、でちょっと軌道修正みんなにしましょう、ノーだから今度もう一回動き直してこっちに行きましょうっていうことで、すいません変えましょうっていうことがやっぱり言える勇気っていう、この2つがない限り本当に間違った判断したのにずっと変えない、自分でも分かってるし社員もあれ多分間違ってると思うよねっていうのにブレません、ずっと言ったらばもうこんな悲劇はないですから、ブレないっていう反対側にあるのが、間違ったらばすぐ軌道修正する勇気っていうのも同時にないとダメですよねっていうのがまずあるんですよね。なるほど。逆に正しいと思ってて、それで判断して間違ってないなと思ったらば、これは確かに誰が何と言おうとも変えない、うん、でそれはなぜかっていうと、いろんな、ね、他の意見入ってくるんですけども、その度になびいていたらば、結局マネージメントとして最後にインプットされた意見の方になびいてるっていうふうになってしまったらば、これはやっぱり、その後にいろんな判断した時に、いやまた意見変わるかもしれないねっていうふうになってしまったらば、やっぱり社員との信頼関係っていうんですかね、そういったものはなくなってしまいますから、確かに間違ったって言ったらあの人すぐ間違ったって言うから大丈夫だけど、それ以外はまあ何言ってもダメだよねっていうぐらいの方が、多分マネージメントとしての信頼は高まるんじゃないかなと思いますけどね。こちらは三度の再生を手掛ける中で得た平井流リーダーシップ論の一例です。それぞれについて込めた思いを伺いました。これ特にあれですよね、人気取りっていうことではないですよね。人気取りじゃ全くなくてですね、はい、民主主義は選挙をして投票してもらってそのポジションにつきますよね。会社っていうのは先に当選しちゃうんですよ。あなたが平井君が来週から部長だからって当選するんですね。はい、でその後に、当選したからといって肩書きで仕事をしてるとじゃダメで、当選してからちゃんと票を取りに行かないと、そうですね、なかなかそれはうまくいかないっていう意味で、選挙で選ばれるかっていうのをちゃんと自分で考えましょうねって言ってるんですよね。そういう意味なんですね。はい、まあ、次がですね、 IQ ではなく EQ が高くなくてはいけない、はい、ということ で、ね、EQ っていうのはやっぱり心の知能指数ってまあよくね、よく言われますけれども、はい、よくいろんなリーダーシップのアンケートを取りますと、上司に何求めますかって聞くと、話をよく聞いてくれる、相談に乗ってくれる、誰に対しても公平な態度でいる、どちらかというとこう心の知能指数が高いものがどんなアンケートを見ても要求されてるんですね。なるほど。よって現場で言えばまさしく成績が上がるっていう IQ が高いっていうのは要求されるんですけど、はい、その人が成績が上がったんでじゃあ人の上に立つっていう段になったらば、その成績が上げられるような IQ だけではなく、リスペクトされる、人間としてリスペクトされる EQ が高さが急に求められるんですね。でそこがちゃんとステップアップできないと、まさしく肩書きで仕事をしてしまって、はい、人格とか人間力で仕事をしてないってことになると、やっぱりリスペクトされないですから。わかりました。で3点目、意見を言ってくれるプロをそばに置け、はい、これはもう絶対必要ですね意見を言ってくれるってすごい大事なプロセスの中で、自分とは違う意見の方がいいと思ってそれを採用して、もしうまくいかなかったらば、それはそれを選んだ私がちゃんと責任取らなきゃいけないわけですから、いや実はあの人が言ったから僕は採用したんでダメになっちゃいましたって言ったら、もうそこで EQ の低さが露呈したらば、二度と意見なんか言ってくれないです。最終的には責任をちゃんとリーダーが取るってことを示さなければやっぱり意見は出ないですよね。わかりました。ありがとうございます。続きは後編でよろしくお願いいたします。はい、